昭和62年台風第19号は、1987年10月11日に発生し、10月17日に日本に上陸した台風である。1987年は9月まで台風の上陸が一切なく、この台風が1987年唯一の日本上陸台風となった。進路図10月11日にフィリピンの東海上で発生した。 台風19号は発達しながら北上し、10月15日には最盛期を迎えた。その後は勢力を弱めて西日本へ接近し、10月17日午前4時30分頃に高知県室戸市付近に上陸し、朝には兵庫県加古川市に再上陸して近畿地方を横断、京都府舞鶴市付近で日本海へ抜けて夕方頃には、 青森県と秋田県の県境付近に再々、上陸して21時に温帯低気圧に変わった。台風は周雨前線を刺激したため、西日本から北日本にかけて大雨と暴風の被害を出し、浸水被害は全国で約2万5千0棟に上った。10月に台風が日本列島に上陸するのは1979年の昭和54年台風。 第20号以来8年ぶりのことで、台風の四国への上陸は1979年の昭和54年台風第16号以来8年ぶりのことであった。なおこの台風は1951年の統計開始以降8番目に上陸日時が遅かった。ありがとうございます。